ゴーカーチャンネル。ゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。もう年末に、差し掛かってというかもう年末真っ只中なんですけれども、毎年年末年始特集というのをお送りいたしまして、まあ、毎年テーマはいろいろ変えているんですが、今回はそれぞれのセグメントにおいて私が特に注目している車を、まあ、簡単にご紹介していこうかなと。いつも1台ずつ取り上げてなかなかこうまとめた話っていうのはないもんですから、そういったことに今回はしてみたいなというふうに思っているんですけれども、まず今日取り上げるのは、AB セグメント、それから C セグメント、これらのあたりでご紹介していきたいと思います。まあ、ここ最近出た AB セグメントで、まあ、有名なのは、まあ、シトロエンの C3 とか、まあ、ミニの3ドア5ドアとか、アウディの A1 とかですね、あとはまあ日本の軽自動車とかもあるとは思うんですけれども、まあ、そういった車があります。特に私がやっぱりこの中で気になっていると、 AB セグメントの中で気になっているというのはシトロエンの C3 ですね。もう C3 も登場して、もう結構経ちますけれども、相変わらず今見ても新鮮なデザイン、それでいてやはりしなやかで気持ちのいい乗り心地というのがこのシトロエンの C3 の一つ魅力的なところかなというふうに思っています。それからやはりミニに関しても、このAB セグメントの中ではもうここ最近はプレミアム化が進んでおりまして、結構こう質感の高いインテリアを持ってたりしているのが一つ新しいところだなというふうに思っています。走りは相変わらずミニのゴーカートフィーリングっていうのは今も続いているようで、確かに乗ってみるとなかなか楽しいというのが今のミニの特徴だなというふうに思います。まあ一方でアバルトの595みたいなですね、もっと飛んだスポーティーな車もありますけれども、まあ、そこまでいかないというのが、まあ、ミニの一ついいところかなというふうに思っています。それからもう一つプレミアムコンパクトとしてやっぱり注目しておきたいのはアウディの A1 スポーツバックですね。これ名古屋モーターショーで見てきましたけれども、実際にその模様もお送りしましたけれども、仙台の A1 ではどうしてもちょっと 中というか室内空間がちょっと手狭だったなというところが、ホイールベースを伸ばしたことで、よりプラスに働いたというようなことがありましたし、インテリアの質感はまあ先代からいいんですけれども、まあ、より最新のアウディのようにモダンな感じになっているというのが、まあ、A1 の一つのまた特徴になるのかなというふうに思っています。それからやはりAB セグメントという言い方はあまりしないにしても注目しなきゃいけないのはやっぱ日本の軽自動車ですね。ホンダのまあ、N ワゴンが今年は出ましたけれども、 N ワゴンの特に私はカスタムの例えば乗り味などには非常に感心しまして、まあ、値段も決して安くはないんですが、まあ、軽自動車でこういった乗り味もできるんだなっていうのに非常に驚かされましたし、全車速追従のですね ACC までついてきたと。まあ、ちょっと電気式のパーキングブレーキでちょっと不具合があったということで、一時ちょっと生産を停止してたということはありましたけれども、まあそれでも、まあそれがですね、ちゃんと直って復帰して、これから N ワゴンというのはドッとこう売れて街を見る機会が増えるのではないかなというふうには思っております。まあ、N ワゴンと比べて N ボックスもやっぱり注目の車だと思うんですが、やっぱり N ボックスはもう広さを特に強調していて、走りの印象は N ボックスも N ワゴンもですね、やはり軽自動車とは思えない質感の高い走りができて非常に魅力的ではあるんですが、まあ、なかなかどちらか迷われる方が多いかなと。ただやっぱりいろんなこう仕掛けを見てみると N ボックスはこうびっくりするようなところがあって、面白かったなというのは一つありますね。で、これも名古屋モーターショーで見てきましたけれども、ホンダのフィットが来年発売されますね。新型が4代目になります。で、まあ、これも名古屋モーターショーの会場でお送りしましたけれども、まあ、フィットの正常進化という感じで、まあ、今までの特徴をそのまま、
連れながら、まあ、室内の印象なんかはちょっとインパネのあたりとか視界の、作り方などはですね新しいところありますが、まあ、それほどこうびっくりするようなところはなかったですが、ただ実際に、走ってみてどんなフィーリングなのか、まあ、Nワゴンがああいった出来で出てきたわけですから、フィットもかなり期待ができるなと。特にリュクスという上級グレードはインテリアの質感もかなりいい感じだったもんですから、まあ、それに見合うですね乗り心地を提供してくれたら、これはもうフィットもまた、来年出た車の中でかなり注目すべき車になるのかなと。これ乗るのすごく私楽しみにしている一台です。それからプジョーの208がもう本国では新型が出ておりますけれども、日本でも来年、導入される予定です。でこのプジョーの208は、まあ、ここ最近の PSA プジョーシトロエン DS はもうどれが出てきてもいい車ばっかで、私も、今年の豪華オブザイヤーはトップ3が、PSA の車になっちゃったんですけれども、このエントリーの208がどういう風なものなのかっていうのは非常に楽しみにしていまして、これもこう出たらもう真っ先にやりたいなというふうに思ってるんですが、新しいプラットフォームを使いまして、今の DS3 クロスバックから使っている新しいプラットフォームを使うんですが、これはガソリンいやディーゼルのような内燃機関もですし、電気自動車でもどっちでも使えるプラットフォームになっているというようなことで、まあ何かそう電気自動車にしたから、バッテリーのせいでどっかの荷室空間が狭くなるというようなことが起きないような設計になっているんだそうです。でこの208、もちろん内燃機関の208もそうなんですが、電気自動車の208も出てくるので、これがですね、どういったものなのかっていうのはもう非常に楽しみにしているところであります。で続いて C セグメントですけれども、 C セグメントではプジョーの308とか BMW の1シリーズとか、ボルボの V40 とかありますけれども、まあ、やっぱりなんといってもプジョーの308、豪華オブザイヤーでも選びましたけれども、このプジョーの308の特に 1.5 のディーゼルには私ももう惚れ込みまして、惚れ込みましてというか、私はそんな長く乗ってて惚れ込んだわけじゃないんですけれども、実際に私の知り合いの方で 1.5 リットルのディーゼル買った方が何人かいらっしゃいまして、話を聞いていたら本当にいいというふうに、オーナーが言ってるもんですから本当にいいんだそうです。ですからこの308に関しては私も改めて、この今もう出てから5年ぐらい経つんで、もう今更と思われるかもしれませんが、そんなことないです。熟成していいのになってますから、ぜひ皆さんご注目いただきたいと思います。それからもう一つ、ボルボの V40 がもうアナウンスされていますけれども、今年で、生産が終わるということで、次期モデルも特になく、この V40 はもうついに終わってしまうと。ボルボの C セグメントっていうのはもうこれで終わりになっちゃうのかなというところなんですが、 V40 に関してももう登場からどれぐらい経ちますかね、5、6年経っていると思うんですけれども、まあ、熟成を重ねてですね、相変わらずボルボ他のメーカーにはないような独特の、まあ、北欧の雰囲気を醸し出したインテリアとか、あとは安全システムの充実度ですね、そういったところで V40 というのは今見ても注目すべき車かなというふうに思っています。もちろん新車でもそうですが、中古車でもいい買いやすい値段の車っていうのが続々出てきてますから、そういったのも一つ C セグメントで気になっている方っていうのは V40 中古車でも探していただくのがいいのではないかなというふうには思っています。それからちょっと期待外れというとちょっと言い過ぎなんですが、もうちょっと感激するかなと思ってそうではなかったのが BMW の1シリーズでしたね。まあ、私は乗ったのは M スポーツだったので、よりスポーティーな印象の車だったからかもしれませんけれども、何かこうすごいびっくりする、何か感激するところっていうのはそうあまりなかったもんですから、まあ悪くはないんですけれども、特に感激もしなかったというのが新しい1シリーズでしたね。で、まあ、A3 とかはまあそのうち新しい車出てくると思いますし、まあ国産車ではホンダのインサイトも一応まあセダンですが、まあ、C セグメントに入れてもいいかなとは思うんですけれども、あの 1.5 リッターの IMMD というインテリジェントマルチモードドライブというハイブリッドもですね、なかなか良かったもんですから、まあ、インサイドだけじゃなくてもっと幅広く展開していくといいなというふうに思っています。まあ、フィットがそれにあたって今度は、いいハイブリッドという名前が
わる IMMD をやめて名前が変わるそうなんですが、2モーターのハイブリッドというのでそういうのが出てきますので、期待したいなというふうに思っています。今日は AB セグメント、それから C セグメントで私が特に注目していて皆さんにこれはいいですよといった車をご紹介してまいりました。今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。